第4艦隊はアメリカ海軍が有する助数艦隊の一つ。他の艦隊と共に1943年に編成され、第2次世界大戦時は南大西洋で戦団護衛を主に運用された。1950年までに第2艦隊に吸収された。2008年4月24日、58年ぶりに第4艦隊が再創設されることが発表された。 第4艦隊は部隊管理系統では艦隊総軍の下に属し、作戦式系統では南方軍の海軍構成部隊、南方海軍として中南米海域における各種事態に備えた作戦、麻薬取り締まり、各国との共同作戦を展開する任務を与えられた。司令部は南方海軍司令部が置かれるフロリダ州ジャクソンビルの名ポート海軍補給基地に、 おかれ、2008年7月1日に正式に発足した。なお、司令官ポストについては、従来のナンバードフリートの各艦隊が中将を持って当てていたのに対し、第4艦隊では、初代司令官のジョゼフ・カーラン少々以来、現在に至るまで少々が当てられている。担当範囲2009年時点。ありがとうございます。